を出してみました。お待ちしてね。さあ、受けてきましたね。第362回トイック公開テストですね。はい。8月25日午前の受験になります。はい。で、全体的な感想としては、リスニングパート3、4ですね。が、過去一難しかったんじゃないかなと思いますね。もう、4に関しては、相当厄介だったと思いますね。いや、もう、しょっぱなから、ギア上げすぎでしょ。あれはもう手も足も出なかったって人が多かったでしょうで、いやもうあんなの心なんつうの折れちゃうよ。あんなレベルの高いものが出されたら、だってさ、場面思い浮かばないでしょ、どう考えたって普通の受験生には。何が言いたいかっていうとですね、やりすぎでしょ。もういわゆるもう10年前とかのトイック、前の形式の時って、もうパート4って決まってたんですよ。もうだからこういう場面が出るって言って本とか出してたんだけど、いろんな人がね。で、大体まあその場面のものが出るんですけど、ほぼ出てこないですね。その有名なやつが。例えばだから飛行機が遅れるとかさ、ね、誰かがリタイアメントのスピーチをするとかさ、そういう場面が一切出てこないじゃないですか。なんか有名というかおなじみのやつ1個しかなかったよね、10個中。こんな回ないでしょ、今まで。いやもうおかしいというか、もう対策しすぎじゃないですか、トイック側っていう感じです。どうですか、受けた方。さすがに3の後半から4の序盤にかけてはあれも受験生やる気なくしちゃうでしょ、どう考えても。はいっていう感じです。全然なんかもうトイックなのっていう感じだったと思いますね。はい、じゃあそれぞれ感想を言っていきたいと思いますね。まあ、パート1は普通だけど、1問やっぱ難しいのが入ってましたね。あ、こんなんで出すんだな、みたいなのが、ちょっと A が多くてね、びっくりした人も多いかなと思います。続いてパート2ですね。やっぱ変化球が難しい。やや難としておきますね。変化球問題後半レベル高くなってきて、いや、あっ合ってるか心配だな。12問自分自身もんってなった。で、何が厄介ってさ、あれさ、13番からさ25番までさ、 C 何々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 って全部 C が1個おきに出てきたよね。25番までに1個おきに出てきて、で C が2個続いて、ここでやっと何かが来て C 何かが来て C 何かが来て C が終わってたけど、いや C 多すぎだろって思った。偏りというか変な偏り方してるなって思いましたけど、ちょっと厄介だな。引っ掛けが厄介だったら2問やっぱってなったもんね。はい。まあそんな感じです。で、ここはパーツ3、4ですけど、3がまあ難。はい。まあ後半が特にだと思いますけど、やっぱ場面が思い浮かばないですね。なんじゃこれみたいなのが後半だいぶ出てきた。で、パート4はなんでほとんどがみたいな。こんな場面で出すんだな、みたいな感じでしたね。だから昔のトイックにはあんま出てこないような場面が連発したっていう感じですね。まあもちろんほら、グラフィック問題っていうのは昔なかったですから、当然ないんだけど、それにしたってね、その他の問題、ね、8問いやー、8問中7問がやっぱり昔のトイックにはなかったような場面だったから、って思ったね。で、グラフィックは今回は優しめだったんですけど、3、4ね。ただやっぱりこうって言っておいて、実はこっちみたいなのがありましたね。はい。1つ目じゃなくて、実は2つ目っていうのね。はい。それが出てきたんで、あれとちょっと思った。あ、そっちなのねって、そうだから最初に出てきたので、もうマークしちゃったら×っていうのがやっぱりね、出てきてましたね。はい。どうだったでしょうか。はい。本当に今回は厄介なリスニングだったと思います。で、続いてパート5ですね。はい。リーディングに入るわけですが、まあ、パート5は、まあ、普通だけど、いやいや難になる人もいるかなと思いますね。1問、いわゆる満点潰し問題っていうのが入ってましたよね。129番。はい。何単語を入れて、ね、選択肢全部難しい単語がずらずらずらって並んでいって、はい、やるっていうのがあって、まあ、自分自身はそんなにだったけど、まあ、引っかかる人はいるだろうなっていう印象でしたね。他にも、まあ、なるほどねっていう引っ掛けに行ってるのはありました。はい。続いてパート6ですね。これ分かれるでしょうね。いわゆる文脈っていう意味では普通なんですけど、文脈で解くっていう意味ではね、なんかその、いわゆる解きやすかった文挿入問題が、A に来てることが多かったしね、そうなんか、ああはいはいはい、もうすんなりつながり的にこれだよね、消去法を使ってもこれだよねってなってたんだけど、いわゆるですね語彙の知識の点では難しいと感じる人がいるね。文法もそうね、分子構文が出てきたりとか、難しい表現が正解になって、分子構文、まあいわゆる分子構文のとこで習うやつが2つあったね。はい、それが出てきてるのと、いわゆるまあ私がいつも言ってるやつですね。大学入試の赤本で誤訳がしょっちゅう起こるやつ。誤訳されてるやつ。つまり先生たちが知らないやつ。辞書に記述がないことが多い表現ですね。それが見事に正解に出てきてますね。そう。だから私はもうこれ接続副詞として覚えとけっていつも言うやつです。はい、言うやつなんですが、辞書にも載ってなくて、多くの人が間違えるやつです。はい。これ、早慶とかでもよく空所補充に出てくるんですが、先生たちの中でも知らない人が多いので、間違ったことが教えられてたり、赤本で誤訳されていることが非常に多い表現が、見事にトイックで正解の選択肢として出てきました。まあ、6時からの反省会ラジオじゃない、反省会ライブありますんで、そちらでは絶対話すと思うので、はい、ぜひそちら見てもらえればなと思います。はい。そんな感じですかね。まあ、相変わらずパート5の答えがいっぱいあった。いろんなところにあった。パート6、パート7にもいた答えが。ああ、また答えいるよと思ってさ。もうちょっとさ、隠そうよって、まあそうはいかないんでしょうね。うん。そのまま出てるのがいくつもありましたね。はい。そこにもいる、ここにもいるっていうね。はい、続いてパート7が、これは何ですね。はい、もうめちゃむずいよ。はい。時間かかったわ。なかなか答え出せないわ。まあもちろん朝っていうのもあるけどね、朝受験してるっていうのね、寝不足の状況で受けてるっていうのもあるんですけど、それを加味してもやっぱむずいと思うね。いや、一問無茶ですよね。めっちゃ読んだよ。どこにもないじゃん、答え。うん、どこにもないんですよ。根拠も本当にこれでいいの。だってこれが合ってるんだったらこれだって言えるじゃんって思ったけど、まあ一応ヒントがもう明らかに、これを選ぶためのヒントだよ、みたいなのがあって、いやー納得いかないけどね。それが OK だったら別に他の選択肢もいいじゃんって思うのもあった。推測問題がちょっと無茶だなと思った。推測と照らし合わせ両方だったね。それがまあいわゆる最後の10問中にあったんで、トリプルパッセージですね。だから最後の10問どれが多かったんだってやつね。あれがまあこの回答によって分かれるっていうか、僕はだから納得いってないですけどね。納得いってないけど、D、B、A、C の順でしたね。はい。多かったのが D。こうなったけど納得はいってない。だから4、3、2、1だった。C が一番少なかったって感じでございます。まあ B が3つになるのは納得いってない。はい、納得いってないけど、まあしょうがない。これしかないだろうって感じで、その問題をとにかく何回も読んだ。何度読んでも答えの納得がいくものはなかった。だからトリプルパッセージ5、6回読んだね。で、5、6回読んでも、まあ時計ある会場だったんで、まあ5、6回読んでも全然トイレ行っても間に合うんで、で、パート5と6を解き直しましたね、その後ね。本当はトリプルとダブル、いつも解き直すんですけど、ここだけだからいいやって思って、それよりは5、6解き直そうって思って、5、6を今回は解き直した感じです。さあ、どうだったでしょうか。ただまあね、よく教えていること、まあメンバーシップのレベル2以上ではね、トイック講座やってるんで、そこでもよく話してる内容も、出てきたなって思った。またこれも出てきた。またこれもよくやってるやつだとかね。あとはそうか、超過さんにいろいろ聞いてるコーナーもありますけど、そこで出てくるやつとかね。はい、今後登場するやつも出てきた、今日、ちょうどね。なんていうのもあったし、あと、これネイティブどう違うって感じるんだろう、この単語とこの単語とかっていうのもあったし、この単語とこの単語こう言い換えられるんだ、なるほどって思ったのも結構あったんで、まあそちらも後々紹介していこうかなと思いますね。まあとにかくトイックエッセンシャルズ役立ちますので、はい、絶対こちらね、はい、皆さん、買っていただかないと、はいね、これ自費出版なので困っちゃうやつですから、ぜひお願いします。はい。ということでございました。受け入れた皆さん本当お疲れ様でした。いや、今回のかなり大変だったと思いますよ。辛かった。リスニングが。うん、心折れてリーディングにね、引っ張っちゃったって人多かったと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。はい、では、6時から反省会のライブも見てください。